よし、行くぞ。問題なさそうな相手だな。当たれ。あげろ、魔人剣。炎よ、撃ち込め。はあ、これぐらいの相手なら問題ないな。あの巨大なはぐれ。油断しないで。言われなくても。やらせか。くらえ。撃ち込め。決めてやる。逃がさない。価値が悪い。大ぶりな虫なんて。負けるものか。炎の剣の力は期待以上ね。あれだけ強ければもはや属性の相性も問題にならない。問答無用でねじ伏せる圧倒的な力だわ。炎の門の時みたいな芸当は期待しないでくれ。あれは修霊鬼の化け物の力があったからできたんだ。それでもビエゾは倒せたわ。なら他のスルドにも通用するはず。十分よ。どのみちこれ以上強力だとあなたの体が持たない。ビエゾを倒した後のことを忘れたの。シオンは怖くないのか。あれほどの力を振るうことが。いいこと。力は可能性よ。みすみすその可能性を捨てるつもり。わかったよ。切り札なのは確かだしな。自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさ。何か視線を感じるわ。誰かが助けを求めているんじゃないか。できたわ。食べなさい。
困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。うん、いいな。これでどうだ？よし！素材が違えば出来上がる武器も変わるか。それぞれの特性を生かして作るんだな。さあ先を急ぎましょう。そういえば俺の剣は何でできているんだろう。どんな素材と相性がいいかな。爪か牙か。まるで聞いていないわね。何？
何？シオン、なんで人を遠ざけようとするんだ？いつも理由をつけて人の言葉を遮るだろう。さっきだってティルザの感謝を素直に受け取ればよかったじゃないか。利害が一致しているからであって、善意でやってると思われては困るもの。私は早くすべてのスルドを倒したいだけ。そう、それもだ。スルドを倒したい。初めこそ疑いもしたが、今はその言葉に嘘偽りはないと思ってる。それでもお前はダナを助けるのに時間を割いてくれたじゃないか。それも必要であったり巻き込まれただけよ。ビエゾの城で子供を助けたあの時もか。あれは明らかにお前からだった。俺だって体だけでなく心も助けられているんだ。たとえ俺に痛みがなくたって、炎の剣を使うことで死ぬかもしれない。そこに恐れがないわけじゃないんだ。でもシオンがいつだってそばで治癒してくれる。だからこそ俺はこの剣を震えるんだ。そんなに迫ってこないで。これ以上詰め寄るならイバラが行くわよ。褒めてるんだぞ。そうなの？シオン、イバラが出てるぞ。もう話は終わったから。そう。とにかくマスターコアを持っていたのがシオンでよかったよ。本当にありがとうな。さあ見に行こう、炎の門を。まったく、はあ、心臓に悪いわ。みんな笑ったり楽しそうに喋ってる。俺たち、うん、よし、行くぞ。
題なさそうな相手だな。炎よ、火の精霊術を励ろう。マジンクランク、やっと。これは価値があると思うわ。レナ兵や手下のズーグルが見当たらないな。はぐればかりだ。大かっ、指揮官であるスルドを失って逃げ出したってとこでしょうね。助けません。来なさい、爆破してあげるわ。決めてやる。銃ってやつは便利だな。扱うには技術が必要よ。ああ、何かに使えそうだな。さあ行くぞ。やっと。決めてやる。はい、やっ、終わりだ。相手には困らないな。魔人剣、小物に時間はかけてられないわ。これぐらいの相手なら問題ないな。あの時、修霊機から現れた炎の怪物、そして炎の剣に宿った力、あれはこの国のダナの人々を使って集められた精霊力だったんだろう。そういうことになるでしょうね。大勢のダナ人がそのために命を落とした。その彼らの作り出した力がビエゾと壁を打ち倒した。なあ、あの時の精霊力はどうなったんだ。
精霊力は世界を巡る。拡散してまたこの世界に帰ったはずよ。ならレナが集めた精霊力はどこに行くんだ。王を決めたその後はダナに戻すわけじゃないんだろ。ダナには教えられないのか、なぜスルドを倒そうとしているのかも。そういうあなたはどうなの。あの炎の剣、あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力。それは間違いないけど、それがなぜあんな形で権限したのかがわからない。なぜあんなことができるの。知るもんか。言っただろ、記憶がないって。分かったよ。別にお互い信用したわけじゃ。あの子はまだ目を覚まさないのか。まだよ。怪我は大したことなかったけど、相当消耗して衰弱してる。薬はないのか。それがここのとこの騒ぎの連続でなけなしの在庫が降って。そうか。他に薬を扱っていそうな。そうだ、毒。毒ってあなたの面倒を見てたって人？ああ、今もモスガルにいる。彼ならもしかしたら。ならお願いできる？私はここを留守にできないし。わかった、任せてくれ。よし、行くぞ。やるしかない。くらえ、次。炎よ、巻き込め。はい、手や、決めてやる。倒したぞ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒す。これは価値があると思うわ。やるしかない。
行くわよ。さらに撃ち込む。積みないやつは。やっと。はあ。どういうと。よし。今のうちに。止める。これぐらいの相手なら問題ないな。決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。まだまだ上を目指す。目的地に着いたわよ。まさか壁の向こう側から誰か来るなんてな。何者なんだろうあの子は。そんなに驚くような話じゃないでしょ。カラグリアの外にだって国はあるんだから。レナ人にとっちゃそうかもしれないけどな。俺たちはずっと壁の中に閉じ込められてきたんだ。壁の向こうにも世界が広がってるって理屈じゃ分かっていても実感なんてなかった。水を差すようで悪いけど、その外の世界にも支配しているスルドがいることを忘れないで。ああ分かってるさ。あの子が何か訳ありだってこともな。それでも壁の向こうには確かに世界があった。分かってもらえないだろうが、それだけでも俺は嬉しいんだ。読むだけじゃ意味がないわよ。
やあドク。ん？お前さんは。俺だよ、鉄仮面だ。もっとも今はアルフェンだけどな。名前を思い出したんだ。アルフェン、確かスルドを倒したのがそんな名前の。それじゃあカラグリアを解放した英雄は鉄仮面、お前だったのか。アルフェンだよ。それに俺一人で。だとしても大したもんだ。おまけにそんな顔をしとったとは。そちらはレナ人か。知っているのか。お前のことと一緒で噂程度にはな。僕、彼女は。ありがとうよ。レナに礼を言う。レナに言ったわけじゃない、あんたに言ったんだ。私は。もちろんそうだろうと。だがそれであんたがしたことが変わるわけでもない。お前さんたちはスルドを倒し、その結果わしらは解放された。それは事実だ。ありがとうドク。礼を言うのはわしの方だ。いくら感謝してもしきれるもんじゃない。それでわざわざ世間話をしにこの土地。ああ、ひどく衰弱している女の子がいるんだ。薬を探しているんだが、心当たりはないか。うん、衰弱となると需要競争の類か。わしの手元にある薬草程度じゃダメだろうな。そうだ、キルド駐屯地は漁ってみたか。いや、ここへ来るのに。レナ兵が逃げ出してすっかりもぬけの殻だそうだ。もしかしたら連中が。分かった、キルド駐屯地、確か線路脇に建物があったな。手早くお願いするわ。嬉しそうね。俺が？よく知ってる人から感謝されて、やっと実感が湧いた気がする。あの老人も変わってるわ。ドクマか。そうかも。そうよ、私に礼を言うだなんて。あの年まで虐げられ続けてきたはず。もうレナにへつらう必要もなくなったの。へつらったんじゃない。それにレナじゃなくてシオンに言うんだって。それが変わってるって言うのよ。石でも投げられたらよかったのか。そうじゃないわ、ただ理解できないってだけ。よし行くぞ。しないわよ。終わりだ。流星陣、よし。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。何かに使えそうだな。どっちなさい。やっと巻き込め。あげろ。見えた。まだよ。もらった。終わりだ。危なれい。よし、いい感じだ。
これか？私が知るわけないでしょ。迷っていても仕方ない。これを持って帰ろう。間違いないことを願うわ。また来るのはごめんよ。念のためウルベゼクに戻る前にドクに見せて確かめた方がいいかもな。手短に願いたいものね。突破するぞ。くらえ！炎よ！当たれ！決めてやる！巻き込め！影の！炎よ！巻き込め！この調子でいきましょう。うまいこと見つかったか。これだと思うんだが、見てくれ。どれ？ああ、そうするよ。この先もそちらの娘さんと一緒に行動するのか。ああ、そうか。何かが変わり始めているのかもしれんな。何かがって、何がな。わしにもわからん。ただ止まっていたものが動き始めた。きっとお前たちについてあれこれ言う者もいるだろうが、すぐ疲れたらまた帰ってこい。それまではありがとう、ドク。価値があると思うわ。
ち。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。これぐらいの相手なら問題ないな。本当に取ってきちゃうなんてさすがね。これであの子もすぐ良くなると思うわ。ありがとう。驚いたな。まさかシスロディアからの客とは。シスロディア？このカラグリアのお隣さん、五稜の一つだ。あの壁の向こうから来たとなりゃ当然ではあるが、本当によそから来たってやつに会ったのは俺も初めてだ。あの壁が開かれるのってごくたまにレナの輸送隊が通る時だけだったものね。その輸送隊に潜り込むようなやつもいなかったのか。いくら自分とこが地獄だからってわざわざ命がけで隣の地獄に行くやつはいねえよ。名前はリンウェル。シスロディアの抵抗組織銀の剣に所属。組織の指示で仲間と共にここを目指し、ただ一人たどり着いたと。ここまではいいか。最近になって弾圧が急に厳しくなったんだ。それでカラグリアで革命が成功したって話が伝わってきて、それなら助けてもらえるんじゃないかって。ちょっと耳が早すぎない？気になるのはなぜ彼女が来たのが今なのかってことだ。まるで狙いすましたようじゃないか。でも私たちが苦しんでるのは本当だよ。ここまで来るのだって命がけで。心配するな。よくここまで来た。頑張ったな。おいジルファ、あんたまさか。私は行くわ。アルフェン、準備なさい。すべてのスルドを倒すために炎の剣を使う。そのために協力し合うという約束のはず。まさかレナ人、どうして。大丈夫だ。訳ありだが敵じゃない。お前のために薬を持ってきてくれたくらいだ。そんな、でもだって信じられない。いつ他領のレナが攻めてくるかもわからないんだぞ。それはあなたたちの都合、私には関係ないわ。アルフェンの炎の剣は切り札だ。カラグリアから出すわけにはいかない。彼がここに留まったところで私の同意がなければ同じことよ。あんたに言うことを聞かせるって手もあるよな、光目。できるとでも。私に触れることもできないくせに。やめろ。アルフェン、お前はどう思う？俺はこの国で奴隷が受ける仕打ちを嫌というほど見てきた。だから剣を取った。もしあれと同じことが他の国で起きているなら何とかしてやりたい。
ネアズの言う通り敵がまた来る可能性は否定できない。だが俺たちの戦いがカラグリアだけを解放できればいいというものではないのも確かだ。すべきことは山積みなんだぞ。ああ、だから選択肢は限られる。ビエゾの時と同じやり方で行こう。やっぱり賛成できないわ。そんなこと言ったところで今さら止められやしねえよ。分かってるわよ。そんなこと本当に行くのか、4人だけで。ああ、留守は任せる。それがあんただものな。分かったよ。こっちのことはなんとか俺たちでやってみる。レナの残党の相手は引き受けたぜ。頼む。だがむやみに殺すなだろ。分かってるよ。あいつらと同じことを繰り返すつもりはねえって。行くぞ。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。あの向こうに見えるのは何だ、城か。ビエゾとは別のスルドの城ね。別の、当然か。スルドは5人いるんだったよな。ええ、まだ先は長いわ。リンウェルだったな。よろしく。その白いのをずっと連れてるのか。白いのじゃなくてフルル。ここからでも来た。囲まれているぞ。冷静になれ。私に任せて。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。何かの役には立つだろうさ。かけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。
あれは。こっちに気づいた。飛び回るズグルか、厄介だぞ。私には関係ないわ。シオン、撃ち落とすからその隙に仕留めなさい。飛び回る敵も撃ち落としてしまえば取るに足らないわ。分かった、任せてくれ。もらった。あのズーグルども、何を襲っていたんだ。こいつは。何。いや、ついでにしただけよ。倒さなければ先に進めそうになかったし。何が気に入らないのか知らないけど、私に触らない方がいいわよ。頼まれたって。リンウェル、シオンはそいつの傷を治してやったんだぞ。そんなの。なんだか会話してるみたいだな。喜んでるんだと思う。他の袋にあったの多分初めてだから、もうフルル以外にいないのかもって思ってた。ハオハオ。あ、フル、せっかく会えたのに。現にまだいたんだ。またどこかで会えるさ。うん、そうだね。ね、フルル。フル。きつくなったら言えよ。野宿は嫌。ルナも。意外といるもんだな。シオンはよく毎回あんな風に銃を撃てるな。どういう意味。俺は力任せに叩きつけるだけだ。それに比べて、なんていうか、その性格だ。別にそんなこと、単に銃がそういうものだって言うだけ。当たらなければ何の意味もないし。やっぱり意識して狙う急所とかあるのか。それほど意識しているわけじゃないけど、例えば飛んでいる敵は翼を狙うことが多いわね。あと翼もないくせに飛び上がる敵もいい的ね。避けられる心配がないから当てやすいわ。あなただって自由に飛び回れない敵の方が仕留めやすいでしょ。ああ、ひらひら好き勝手飛び回られるよりずっといい。戦いで敵の動きを封じるのは基本よ。まあな。おかげでうまく気絶させてくれた時は素材とかも奪いやすい。本当に助かってる。別に礼なんていらないわ。ちゃんと戦ってくれればそれでいいから。
本当に全てのレナ人をガナから一掃できるんだろうか。レナ人を一掃だと？だって俺たちが生きるためには違うのか。お前の炎の剣を得て勝利がただの夢物語ではなくなった今、俺たちは敵の皆殺しを目指すべきなのか。それはだけど、死なないため、殺されないために相手を殺そうとする。相手はますますこちらを殺そうと躍起になる。その繰り返しの果てにあるのは何だ。だからむやみにレナを殺すなとガナルに言ったのか。連中が俺たちにしてきたことを許すつもりはない。だが自分で積み上げた憎しみに押しつぶされたいとも思わん。憎しみの形は様々だ。たった一つの答えで全て解けるとも思えん。がそれでも破滅が嫌なら探し続けるしかない。見つかるまで一生探し続ける。お前もそうしろ。自分自身の答えをだ。ジルファ、あんたが戦い続ける理由は何だ。理由？紅のカラスに出会うまで俺の知っているダナ人は皆おとなしく奴隷の運命を受け入れていた。いや、俺自身そうだったけど、あんたたちは違った。勝ち目がなかった時からすでにそうだった。なぜなんだ。別に難しい話じゃない。奴隷でいることを拒んだ、それだけのことだ。奴隷として死ぬより戦って死ぬことを選んだってことか。逆に聞くが、お前にとって奴隷で亡くなるとはどういうことだ。それはレナに支配されないことじゃないのか。ならレナに立ち向かい志半ばで死んだ奴は奴隷か。俺に言われるまま訳も分からず死んでいく奴がいたら、そいつは奴隷と何が違う。それは身分だけが奴隷じゃない。逆もしかりだ。俺の奴隷になるなよ、アルフェン。ここを抜けるのね。どうしたんだジルファ。ああすまん。それ指輪？女房の形見だ。女房って、あんた結婚してたのか。意外か。形見ってことは亡くなったの？そのレナのせいで。いや病気だ。薬が手に入らなくてな。あっけないもんだった。あいつにも見せてやりたかった、この先の世界をな。ジルファ。気にするな、言っておいてなんだが、別に珍しい話じゃない。でも、行くぞ。もっと力が必要ね。階段や柱、どういう場所なんだここは。俺もここに来るのは初めてだからな。レナの輸送隊もここを使っていたんだろうが。にしては随分ボロボロじゃないか。シオンは何か知らないのか。知らないし興味もないわ。
ここダナの遺跡だよ。ほら柱の装飾とかさ、大昔のダナの衣装だよ全部。つまりここは300年以上前に作られたということか。うん、何のためのものかまではわからないけどね。俺たちの先祖もこんなものを作るくらいの力があったんだな。いつかまたダナの人たちがここを自由に行き来する日が来るんだろうか。しっかりしろ。そのためにお前は戦っているんだろうが。そうか、そうだったな。弱い者いじめは外さないわ。そこだ、危ない。この巻き込め、危ない。巻き込め、まさか石像のふりをするズーグルがいるなんて。ズーグルは自然の生き物じゃないらしいからな。他にどんなのがいるか想像もつかない。油断するなってことか。ずいぶん冷えるな。外はあんなに暑かったのに。多分シスロディア側の寒気のせいだと思う。カラグリアとはまるで違うよ。覚悟しておいて。そいつは大丈夫なのか。フルルはもともとシスロディア生まれなんだ。多分緊張しているんだと思う。私以外の人とあまり接することないから。リンウェル、シスロディアについてもう少しこいつらに教えてやってくれ。あ、そうだね。まず他人に気を許さないこと。なんだって。言葉通りの意味、どこに蛇の目がいるかわからないから。向こうじゃスルドの手下をそう呼んでるそうだ。本当は観察局の執行隊って言うんだけどね。どこにでも手先を潜ませて私たちを見張ってる。レナの監視ならカラグリアでも普通のことだったぞ。シスロディアじゃレナ人だけでなくダナ人もお互いに見張ってるんだ。ヘビの目の下で働くやつからただの密告者までいろいろだけどね。ただ密告されたが最後強制労働行き、申し開きなんて聞いてもらえない。でも密告した方はご褒美にありつける。だから相手より先に密告しようとみんなお互い隙を伺い合ってる。それで他人に気を許すなんか。俺たちはいいのか。それは。でもアルフェンたちはシスロディアの人じゃないし。地元よりよその人間の方がまだ信用できる。シスロディアのダナ人はなぜそんな状況を受け入れているんだ。誰もが戦えるほど強いわけじゃない。だから俺たちみたいなのがいるんだ。
炎の剣は無事か？濡れたくらいじゃ問題ないわよ。国は立つだろうさ。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。悪くない。
ようだ。畳みかけるぞ。なんとかなったな。今の私たちでは厳しいわね。片付いたね、行きましょう。ああ、問題ない。感じだ。もう少しで出口、そしたらシスロディアだよ。どうした、また考え事か。俺たちはビエゾを倒してカラグリアをレナから解放した。今度はシスロディアのダナ人を助けようとしている。苦しんでる同胞を助けてやりたいとは思う。だけどその先のことはどういうことになるんだ。いい質問だ。数でならダナはレナを圧倒しているが、武器を取る者は少ない。その武器にしてもレナのものに遠く及ばん。仮にスルドを全員倒してダナ全土を解放できたとしても、まだレネギスとその後ろにレナの本国が控えている。今連中が本腰を入れて反撃してきたら俺たちに勝ち目はない。たとえ炎の剣がどれほど強力であったとしてもだ。そんな、じゃあ私たちは望みのない戦いを挑んでいるの？明日の敗北のために今日の勝利を捨てる必要はない。戦うことでもう一日生き延びられるならその価値はある。その一日を使って明日勝つためにできることをするんだ。
より現実的な話をすると、連中がその力があるのに俺たちを一掃しないのは俺たちが必要だからだ。だから連中が本腰を入れる前に十分な力をつけ、交渉の場に引きずり出す。レナと交渉するの？気持ちはわかる。だが俺たちが生き残るにはそれしかない。そんな、でもそんなのって。話は終わった。先を急ぎたいのだけど、シオンはどう思っているんだ？全てのスルドを倒した後は。私たちは同じ目的のために戦ってるわけじゃない。答える必要はないわ。ここがシスロディア。主婦まではどのくらいだ？まだだいぶ先だよ。ズーグルもカラグリアとは違うから気をつけて。わかった。これは離れず進んだ方がいいな。ああ。おいシオン、密集して襲われても銃では反撃しにくいでしょ。あなたたちの後を追うわ。そうか、わかった。なんだよ、カラグリアじゃだいぶ打ち解けてたじゃないか。あのね、ここは敵地よ。いつまでも浮かれ気分に浸ってもらっては困るの。気にするな。あいつなりのけじめってやつだろ。それに考えてもみろ、茨があるあいつに関わろうとする人間が過去にそういたとは思えん。そんな相手に痛みを感じないからってお前は近づきすぎたのさ。そういうものか。あいつは一人でダナに来たんだ。だが一度でも故郷を思う素振りを見せたか？いや。それだけであいつが並ならぬ事情を抱えてるのは分かるってもんさ。そうか。それを含めて支えてやるのもお前の務めってことだ。これから長い付き合いになるだろうしな。仲良くやれよ。仲良くって。さあ行くぞ。別に仲がいいってわけじゃないのは分かったけど、この人たち大丈夫なのかな。リンウェル、あまり前に出るな。いつどこからズーグルが現れるかわからん。大丈夫だよ、来る時だってなんとかなったし。いいから下がっていろ。そんな、ダメだよ。私が頼んで来てもらってるのに。お前が倒れたら案内役がいなくなる。それに危険を引き受けるのは老いぼれの役目だ。でもお前にはこの国の抵抗組織とつないでもらわなきゃならん。それまで元気を取っておけ。うん、ありがとう。でも確かに、どうやって通り抜けたの？ズーグルに全く遭遇せずに済んだとは思えないけど。何かうまく隠れる技でもあるのか？ああ、うん、そうそう。私ってほら、こう見えても結構すばしっこいから。そうか。何にせよ運も良かったんだろうな。すばしっこいね。それにしても、山一つ越えただけなのにこんなにも気温が違うなんて。そんなに違うのか。カラグリアは暑かったよ。俺は見た目の違いしかわからな。自覚できなくても体は反応するんだね。そうか、くしゃみが出たら寒いってことか。
くしゃみは風の引き始めというわよ。寒さを感じないならなおのこと体調管理に気を。今のはくしゃみなのか。言葉を噛んだだけよ。いや、俺のとはだいぶ違ったけど、今のは確かにくしゃみ。違うって言ってるでしょ。口。お互い体調管理には気をつけような。もうカラグリアに後ろ髪を引かれているの？いや、むしろ離れられてホッとしてる。ホッと？安心したっていう意味？誰も彼も見ず知らずの人までが俺のことを前から知っていたみたいに話しかけてきて、正直落ち着かなかった。それだけのことをしたんだ。お前はレナのスルドを倒し、炎の門を打ち壊すというな。けどそれは炎の剣があったからこそだ。ビエゾの元にたどり着けたのだってジルファたちが。それでもビエゾを倒したのはお前なんだ。それに人間ってのは守ってくれそうなものを崇めたがる。英雄だなんだと呼んでな。俺はそんなもの求めていない。そんなスルドの代わりみたいな、俺は嫌だ。変わっているな、お前は。本当にそう思うなら、その感覚を大事にしろ。迷った時は、その声に耳を傾けるんだ。そうすれば、見失わずに済む。お前が正しいと思う道をな。俺が正しいと思う道。役には立つだろうさ。ズーグルもカラグリアなどはだいぶ違うんだな。寒い国だからね。それに合わせた種類なんだと思うよ。なら火の属性を使えば有利に戦えそうね。力はすごいな。振るったのはあなたよ。面倒そうな相手ね。どういうとしなれい。下げろ。水の力受け取れ。やった。決めてやる。そこだ。決めてやる。くれ。決めてやる。撃つ。下げる。どんどん押すぞ。どんどん力。
これで終わりだ。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。悪くない。容赦しないわよ。くらえ、終わりだ。終わりよ、炎よ。やっと火の手で終わりだ。ストライク。やっといくぞ。やったやな。まだまだ上を目指す。精度が上がったわ。少し温まっていくか。人がいるじゃない。休めるときに休むだ。仕方ないわね。なあ、うむ。ちょっと、
うむ。そうね。うむ。そうね。おう。シオン、満足したか？ええ、十分よ。あれだけ食べたら満腹にもなるか。アラ八部でやめておいたわ。え？よし、行くぞ。ここからでも来な。くらえ。弱い者いじめは不可能だが。
掴め。終わりだ。こいつ。デッドライト。魔王エニタ。囲まれているぞ。冷静になれ。精霊術よ。バーンストライク。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。魔王エニタ。わかった。当てる。やぞ。危ない。炎よ決めて。強。これで。終わりだ。邪魔ない。影を見誤った。オンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。面倒そうな相手ね。燃えろ。行け。もらった。毒だ。いや、受け取れ。やる。不満な。不満な。魔王エニタ。くらえ。炎よ。ここが不要なところだ。一人で戦わせるな。俺たちが引くわけにはいかんのだ。薬を使った。行くぞ。くらえ。決めてやる。レンガだ。くらえ。決めて。終わりしろ。これで終わりだ。何かの役には立つだろうさ。
そろそろさっさと片付けましょう。炎よ、巻き込め。なんとかだ。消えてやる。炎よ、巻き込め。くらえ、終わりだ。受け取れ。すまんな。くらえ、受け止め。はぁ、魔王エリ、次行くぞ。あ、見せて。小物に時間はかけてられないわ。大したもんだ。あんなところに家が、人が暮らしているのか。メザイ224、ありふれた小さな村だよ。何か聞こえる。争っているような。執行隊、蛇の目が来てるんだ。迂回した方がいいと思う。どの道あんたたちは目立つからそのつもりだったけど。住人に密告されかねないから。やらせてるのはレナだよ。そう、抗わないなら嘆くのもやめるべきね。ずっと私たちを押さえつけてきた光目のくせに、よくそんなことが。よせ。だってこいつ、300年分の恨みを一人に負わせるのは公平とは言えん。お前もだ、シオン。敬意を無視して今だけで語るな。それで今あの村で何が起きているんだ。多分通報を受けて蛇の目が誰かを連行しようとしてるんだと思う。まさか助けるなんて言い出さないでしょうね。私はスルドの首以外関わる気はないわ。アルフェン、お前は何をしにここに来た。何って、この国の奴隷たちを助けるためじゃないのか。お前はまだ奴隷か。そんな、違う。なら奴隷じゃない、自由に生きるってのはどういうことだ。覚えておけ。奴隷じゃないっていうのはな、自分の主人は自分、自分で考えて自分で決めてその結果を受け入れる覚悟を持つってことだ。わかるか。わかる、と思う。よし、ならやれ。シオン、聞いてなかったの。私はやらないわよ。分かっている。ここでリンウェルと待っていてくれ。炎の剣なしで行くつもり。ああ、これは俺のわがままだからな。わがままって、あなたね。いいこと、私にはあの炎の剣の使い手が必要なの。こんなところで死なれては迷惑なのよ。シスロデンまで無事にたどり着いてもらわないといけないのに。何かのために誰かを犠牲にする、俺たちはそれをやめさせに来たんだ。前に犠牲にしたことがあるの。終わるまで隠れてろ、いいな。クソ、やっぱりここでもダナは虐げられているのか。怒ってくれるの。非協力的な者は不安分子とみなして連行する。おとなしく白い石突きども。そう、また誰か密告しやがったのか。そこのお前、反抗的態度は予備罪が適用される。俺は何も。やめろ。石付きの分際でスレド閣下の命令に立てつく気か。何者だ。
炎の剣を使うには村人たちが近すぎる。だがこの敵の数ならジルファ。お前ローか。何をしてるの。戦うんじゃなかったの。生きていたんだな。今さら何のようだ。シスロディアは不穏分子の存在を認めない。ロー、お前たちを拘束する。ジルファ、どうしたんだ。ジルファ来るわよ。決めてやる。決闘だ。魔を詰めるぞ。被害者に食らいな。炎よ、レンガだ。レンガだ。撃ち込め。下げろ、ボーダー。相手には困らないか。速弾アフレード。撃ち込め。炎よ、効果停止。交代が撤回。ボーダー、ボーダー。はい、撤回。交代固く攻め。撤回。はい、ジルファ、捕まるつもりか。望み通りにしてやるよ。そういうわけにはいかない。終わりだ。状況が逆転したら敵はわずか。押し切るわよ。もう一度踏ん張りだ。どうしたんだジルファ。なぜ戦わない。あの兵隊知っているのか。手を出すな。何を言って。頼む。償いのつもりかよ。いつもそうやって全部分かったような顔して。ジルファ、手を出すな。だけどせがれなんだ。今頃思い出したのかよ。避けやがって。見たくもねえその面を吹き飛ばしてやる。くたばれ。リムル、今のはロウ。気をつけろ。奴らは武装しているぞ。敵の援軍だわ。炎の剣を使いなさい。無理だ。村の人たちを巻き込んでしまう。一旦引こう。なあ、もうジルファ。お前たちだけで行け。だがあいつを残してはいけない。アルフェ、早くなさい。俺たちの戦いはどうするんだ。みんなあんたを当てにして。すまん。あれからだいぶ経つのに誰も来ない。ジルファだけでなく敵の追ってもね。これからどうするつもり。決まってる。ジルファを助け出さないと。もし捕まったのなら主婦シスロデンに連行されたはずだよ。生きていればだけど。まさかジルファに息子がいたなんて。紅のカラスのみんなは知ってたんだろうか。
どうしてあの村にいたんだろう。あんな偶然あるのかな。あなたが見せたあの力、あれは精霊術よね。シオン、何をするんだ。精霊術を使えるダナ人なんて聞いたことがない。実はレナ人なの。違うでしょうね。レナ人なら精霊術を使うときに目が光る。あなたが術を使ったとき、確かに光ってはいなかった。あなたは光り目じゃない。すまない。あれは確かに精霊術だよ。レナがやってるのと同じ。私の一族は昔魔法使いって呼ばれていたんだって。ダナの魔法使い、そんなもの今まで噂ですら聞いたことないわ。この目で見た以上信じざるを得ないけど、それは多分私たちがレナが攻めてくるよりずっと前から隠れて暮らしてきたからだと思う。レナが来る前から。うん、迫害されたり狙われたり大変だったみたい。同じダナーでもか。ずっとずっと隠れて生きてきたんだ。抵抗組織の人にも秘密にしてた。絶対に誰にも知られちゃいけないって、そう父さんにも母さんにも言われてたから。だがそれならどうして使ったんだ。わからない。あの人が死んじゃうってそう思って気がついたら。ダナの精霊術、レナにとって脅威なのは間違いないわ。おい、だから何わざわざスルドに知らせるとでも。今の私は同族にあだなすものなのよ。むしろそんな力を持ちながら使わずに隠れていたことが私には理解できない。それで守れた仲間だっていたでしょうに。何にも知らないで勝手なこと言わないで。よせって、ジルファにも言われただろ。私はこの国のスルドを倒せればそれでいい。彼女の仲間の目的だって同じはず。なら力を貸すのが道理じゃないの。それは俺たちの都合だ。それにまずはジルファだ。このままにしておけない。いいよ。え？あの人を助けるんでしょ。私そのために使うよ。あの人に死んでほしくない。いいのか。あの村に戻ろう。どうなったのかを確かめる。どうしたの。いや、ずいぶん暗いなと思って。当然でしょ、が開けてないもの。そこがおかしいんだ。俺たちがシスロリアに来たから結構経つ。いくらなんでももう日が昇っていいはずだ。あ、そうか、カラグリアは違ったもんね。当たり前すぎて忘れてた。あのね、シスロディアには夜しかないの。え？昔からそう。朝が来ても決して明るくはならない。夜が明けない？それはレナの仕業なのか。なんだってそんなことに。もちろんレナのせいだよ。でも多分説明するよりシスロデンに行った方が納得してもらえると思う。
わかった。だが今はジルファのことが先だ。でも仲が良さそうには見えなかったからな。それにダナ人が蛇の目になれるものなのか。密告に役立つからなれるよ。ダナにもレナにも疎まれるけどね。ジルファの息子がどうしてレナの手先に。継承の源は6つの聖髄によりて例外なし。されど我ら闇を書き彼ら光を書く、すなわち全きを縁とする。何をつぶやいているんだ。魔法の詠唱の練習。詠唱？じゃあ今の魔法の呪文なのか。そうじゃないけど、いざって時に素早く正確に発音する必要があるから口を鳴らしてるんだ。なるべく使わないようにしてたし。一族でずっと人の目を避けてきたんだったな。リンウェル以外の魔法使いの人たちはどうしているんだ。悪かった、聞かれたくないことだったのか。ごめん。あのさ、私の魔法のことだけど。あまり大っぴらにしてほしくないんだな。うん、ごめん。あの村で使っておいて今さらという気もするけど。よせシオン。あの人が。え？ジルファが死ぬのが嫌だった。だから。ああ、リンウェルが助けてくれなかったら危なかった。ありがとうな。うん、ロロ。あの子さっきから動かないけど大丈夫なの。本当だ、どうしたんだろう。来い来い、ほら。しまった。何、どうしたの。すまないリーベル、フルルがいなくなった。驚かせるつもりはなかったんだが。フルル？フルルならそこにいるよ。どこに？雪しか見えないぞ。ダナフクロウは警戒すると気配を消すから、他人が一緒にいることになれないのかも。そうだったのか、下手に構っちゃいけなかったんだな。フルルは私以外には懐かないから。おいで、フルル。フル！こんな近くに。多少はアルフェンのことが気になってるみたい。一緒に旅をしてるってことくらいは分かってるんだと思う。名前を呼んだら返事をするくらいにはなるかもね。そうか。弱っているわけじゃなかったのね。ああ、よかった。
さと片付けましょう。終わりだ。火の精霊術よ。炎よ。終わりだ。ごめん。こいつで。火の精霊術よ。バーンストライク。やっと。上出来ね。しないわよ。蒸発しろ。魔王へ。ジュニアだ。悪くなかったわ。そうかもね。ハル？ハル。静かね。それらしき人影も見えない。もう連れてかれてしまったのか。ねえ、村の人に話を聞くなら隠れてても意味ないよ。それにどうせ誰かしらが密告すると思う。おい、シオン。その子の言うことはもっともだわ。どうせ私たちのことは知られているんだから、こそこそするのは無意味よ。まだ敵がいるかもしれないぞ。だったら小屋まで追ってきたはずよ。ここにもう敵はいないわ。さっさと住民に話を聞くわよ。いつもあんな調子なの？よく一緒にいられるね。まったくだ。村の人に話を聞いてみようよ。なあ、おい、よし。目在224。
った名前だな。メザイっていうのは小さい村を示す。符号みたいなものだよ。地名じゃないのか。じゃあ224は、うん、管理のためのただの投資番号。地名すら管理されてるっていうのか。敵の精霊術でも栄翔がある類のやつは遠くから仕掛けてくる上に威力もあって厄介だな。私邪魔できると思うよ。邪魔？栄翔している時って心が無防備になるんだけど、その隙に集まった力を横取りする技があるんだ。横取りってどうするんだ？それで自分で好きな時に使えるように取っておける。横取りした力を解放するだけだから、その一回きりだけどね。あとそれをされると集中できなくなるから、相手はしばらく詠唱できなくなるはずだよ。相手の術を奪える上にしばらく使えなくする。リンウェルの魔法はそんなことまでできるのか。一族秘伝の奥義だからって学ばされたんだ。この先詠唱する強敵に出くわしたらリンウェルの力が鍵になりそうだな。うん、難しいけど頑張るよ。あれが例のアイテム。どきなさい。こいつでどうだ。ワッサイト。どうだ。こいつで魔王エミタ。炎よ、まっこめ。やれるよ、いくよ。魔王エミタ。言われてたのはあいつか。問題なさそうな相手だな。うっかめ、炎を消せやる。まっこめ、絶魔王エミタ。まっこめ、やっと、うっかめ、決めてやる。まっこめ、魔王エミタ。よし、これくらい倒せば少しは安全に通れるようになっただろう。リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのか。うん、呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ。それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。すごいな。うん、まだうまく使いこなせないけど、きっと役に立つと思うから。
がいるの？やあ。じゃあな。なるほど。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。ほら。いいぞ。ズーグルで酒を作るなんて意外とたくましいんだな。少なくとも占領されてからの話ってことだもんね。蛇の目に睨まれたりしなかったんだろうか。むしろお酒で機嫌を取ったりしてたのかもね。見つけたね。さあ
目的地に着いたわよ。いなさそうな相手だな。行くわよ。行け。決めてやる。マグナレイ。終わりだ。この方。はい。決めてやる。魔王エミカ。やっと。うっ。これでみんなの力になれるかな。もっと力が必要ね。なさそうな相手だな。もらったら止められるよ。炎よ巻き込め。魔王エミカ。私が止めるよ。炎よ巻き込め。終わりだ。治すわ。ラストエンド。仮の精霊力。ドフラッ出せる。終わりだ。ドフラッ終わりだ。行くわよ。これで終わりだ。調子でいきましょう。
るしかない。やっと決めてやる。炎よ、待って、魔王エニタ。炎よ、やっと巻き込め。終わりだ。これだ、魔王エニタ。やっと次、私に任せて。次は誰が相手。投げ払う。くらえ、打ち込め。これは大事だ。上出来ね。なさそうな相手だな。燃えろ。やっと、はあ、地味なやつは絶魔王エニタ。真の実よ、決めた。この先に精霊力全開。見つけ、必要な素材は手に入った。早くメザイに届けてやろう。目的地に着いたわよ。
か。ところで、おう、なあ、よし、おう。これでどうだ。おう。へへへ。うん。あ？あ？ん？へへへ。やれやれ。聞いていた通りの反応ね。ああ、ずっと他人を疑い続けるとあんな風になってしまうのか。まるで厳しい寒さが住む人の心までいてつかせているみたいだ。あんたたち、執行隊が連れてった人の仲間だろ。出てってくれ。巻き込まれるのはごめんだ。すぐ出ていくから質問に答えなさい。その執行隊はどこに向かったの？シスロだ、主婦だ、そう言ってた。やっぱり。しかし、なんでこんなことに。ここしばらくこの村で騒ぎなど起きたことなかったのに。これ以上は時間の無駄のようね。お仲間を取り戻したいなら急ぐことだ。シスロ殿に連れて行かれて戻ってきた奴はいないんだ。おい、やめとけ。せっかく助かったのに。構うもんか。密告したけりゃすればいい。シスロ殿は収容所なのか。主婦なんだろ。主婦だとも。だが同じことだ。移動を禁じられてる俺たちにとってはな。俺の親も兄弟も蛇の目に連れて行かれてそれきりだ。きっともう生きちゃいない。行けよ。それで一人でも多くの蛇の目を殺してくれ。行こう、シスロ殿へ。
ここの人たちにとって蛇の目というのは本当に恐ろしい存在なんだな。スルド・ガナベルトの手先として実質この国を支配している奴らだからね。目をつけられたら最後。そしてジルファはシスロデンか。途中で追いつけるといいが。私はもともとみんなをシスロデンに連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。忠告？シスロデンへはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所なの。ズーグルか。うん、狼のね。ひときわ大きいのが群れを率いてる。私も雪道に襲われて、それで仲間とはぐれたんだ。わかった、気をつけよう。危険な森に挑むんだ。準備はしっかり整えておこう。リンウェル、怪我をしたらシオンに言うんだぞ。他人ばかり見てられないわよ。はあ、できたぞ。味も香りも極上の刺激だ。
シオン、少しいいか。休もうとしてたのに何か用？いや、用というほどのことじゃないんだが。ならもう横にならせてもらうけど。少し話すくらいのことがそんなに面倒か。逆に聞くけど、あなたはなんでそうすべきだと思うの？なんでって、普段から話してないと、いざって時に困るかもしれないし。いざって時って？急に具合が悪くなった時とか。治癒術を使えば済むじゃない。シオンはそれでよくても、頼みたいやつは言い出しにくいかもしれないだろう。必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも思ってるの？そういうことを言ってるんじゃない。じゃあ何なの？回りくどい言い方はやめて。俺が言いたいのは、つまり、一緒に行動するならいがみ合ったままよりそうでない方がいいに決まってるってことなんだ。よくわからないわ、でもあなたがそういうことを気にしているというのはわかった。あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないし、だからできる範囲でもう少し話す機会を設ける。これでいい？ああ、十分だ。なら今日はもう休ませてもらうから、おやすみなさい。少しは分かってもらえたのか。そろそろ休みましょう。それでいつまでこうしてるつもりなの？ずいぶん悠長に構えてるように見えるけど。別に悠長になんて構えていない。そう？ならいいけど。またすべきことを忘れたのかと心配になったわ。言われなくても分かってる。アルフェン、こっちは準備できてるよ。ああ、分かった。寝る前も話し込んでたよね。あの光目と何話してるの？特別なことは何も。ただ話せば少しは打ち解けられるかと思って。なんで？レナだよ。協力し合ってるのは知ってるけど、仲良くする必要なんてないじゃない。この先も当分一緒に行動するんだ。ずっといがみ合ったままじゃまずいだろ。それにどっちかが命令するだけじゃ、俺たちがされてきたのと同じだ。できることならお互いのことをちゃんと分かった上で対等に協力したい。だからって、大体向こうもそんな気はなさそうだけど。ジルファがいなくなった途端、このざまか。こんなギスギスしてたんじゃ勝てるものも勝てないけど、どうすればいいんだ。とにかくもう少し話を重ねてみるしかないか。
先を急ぐわよ。